どうもこんにちは、ボクです。今日は非番になっておりますので、少し明るい時間からウォーキング始めてみたいと思います。よく考えたら先月、どれだけ歩いたか、そちらの方を、ご紹介するの忘れていました。先月はこちらですね。はい、こちら、149キロという形になっております。まあ、実際の数字のところはね、iPhone が止まってしまって計測できていなかったりとかしているんで、まあ、170、80くらいは歩いてるんじゃないのかなっていうふうに思います。約2ヶ月で4キロ、1ヶ月につき2キロ減量できているっていう状態なので、今月もできる限りで頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。おやすみ。3時間ほど歩きましたんで、少し休憩タイムでございます。本日1回目の食事でございます。いただきます。イワシからいただきます。うまい。やっぱ光り物だね。食べ過ぎだな、こりゃ。ごちそうさまです。さあ、もう一頑張り。サンシャイン60でございます。池袋でございます。本日大宮駅から、徒歩で、ここまで歩いてまいりました。それではね、大宮から歩いてきて、距離と時間の方を見ていきたいと思います。こちらでございます。はい、6時間38分で、ただいま32キロ歩いてまいりました。6時間なんでね、まだ明るい時間から歩き始めたんですけども、まあ、途中ご飯とかも入れて、到着して約6時間歩いてまいりました。さすがにね、ここからまた6時間かけて歩いて帰るのはきついので、帰りは電車に乗ろうかなっていうふうに今思っております。じゃあ早速電車乗って大宮戻りたいと思います。じゃあ、でございます。電車で移動すること28分、私の6時間30分のウォーキングがたったの28分で振り出しに戻ってしまいました。文明の利器の凄さを実感です。また歩いて家まで帰りたいと思います。
相変わらずは。はい、それでは帰ってまいりました。本日のウォーキングの距離を確認していきたいと思います。はい、こちらですね、34キロでございます。はい、歩いた時間はちょうどね、約7時間っていう感じになりました。今回ね、ウォーキングを始めて、一応ね、池袋まで歩くっていうのが、実は私の中で、目標にしていたところではありますので、今回目標達成できましたので、まあ、35キロくらいだったら、なんとか歩けるのかなっていうところは、分かってきました。次どこまで歩けるのか、また年末に対してどこまで頑張れるのか、ちょっと計画立てていきたいと思います。じゃあ次はどこまで、歩くのか、こうご期待。バイ。それではお疲れ様でした。